あ、すいません。うん、これか。すぐ写真撮ってな。カクテルノイトシテンを撮りました。かなり深度スポットですけどね。軸の方行くのそれやってたし、新カニに向かってったらいいかな。あ、新カニじゃねえや、えっとね、新ウニのか。よし、あ、ちょっと残ってます。ターミナル駅ですけど、で、新山線じゃないか、これは各務原線か、新蟹までが新山線で、あ、新蟹じゃない、新宇沼までが新山線で、こっからそこから岐阜までは各務原線だったらしいですけどね。難しいのは岐阜まで乗り入れてるやつは新山発で、これは今度普通になるんだ。あ、じゃなくて急行もそっか、種別変更するやつとしないやつがあるみたいですよね。ややこしいね。時刻表に書いてあるのかな。そう、同じこんな感じでね、急行と普通っていうふうになってますけど、なんだったっけな、これ同じ普通でも空ってなってるやつは途中から急行に変わるとかね、
さっきまで乗ってくるときは普通急行やったのに途中から普通に変わるとかね。よし、これはね、逃げ鉄独特のやり方ですからね。近鉄沿線には特に本当にわからん。で、あ、そうだ、ここはねターミナルがありますからね。来ましたね、ターミナル。ここは全部砂利敷いてないんだ。へえ、全部敷いてあるわけでもないですね。これ光るのかな、光るはしないのかな。へえ。で、こっちから行ったら名古屋本線の方にも乗り換えできるはずやけど、とりあえず一回出ようか。さあ、じゃあここからね、次が問題なんだよな。で、よし、スタートだいぶ台風吹いてきましたけどね。路線表どこになるかな。行こうか。ここからね、橋乗り行かないといけないんだよな。ぶっちゃけバスの方が、バスがあったらバスの方なんかショートカットできて早すな気もするけど、バス乗り場は向こうか。一応ちょっと見てみるか。まあ本線なんで笠松までは全然走ってるんですけどね。あ、ちなみに岐阜はね、JR とちょっと離れてますけど、なんて言ったらいいのかな、静岡みたいな感じですね。名鉄の岐阜とその JR の岐阜の間にガーッと繁華街があるって感じなんで、別にどっちかが寂れてるとかそんな感じではないですね。でこんな感じで、岐阜県を代表する大都会ですかね。いやいやいや。でバスターミナルどっちなの、行こうか。そもそも同じ岐阜駅、名鉄岐阜駅でもこの宮間線と名古屋本線が分かれてますからね。で、おお、いやー、でかい駅ですね。で、JR が向こうね。ですから全然ね、遠くもないし、で全然どっちも偉い栄えてますからね。で竹花の方に、ね、こっちか、橋はね、ちょっと進むのはないのかな。こんな感じ。あ、最後の最後で橋の下側に直接進むとかあるの。あと朝に発信してしまいっていうのがあるんですか。へぇ、不思議な。これは分かりやすいね、一宮とかっていうのは。へぇ、で、上が岐阜駅、他にもいろいろあります。ここ、ビッグトって名前になったんだ。へぇ、さあこれ気に入ってる場所があって、ちょっと待ってみて、こんな感じで高速電車が来るけど、これでいいんだっけ。特別線は、静岡県などが、ニュースチェックの必要です。建物方面は、高松で踊り返しがあります。あ、
これで言うんだっけ。特急